次はジャグルス2の2人です。ジャグルスを立ち上げた初期メンバーの実力とくとご覧ください。またジャグルス2の演技の撮影はご遠慮ください。それではどうぞ。
はい、ジャグルス2のお二人お疲れ様でした。はい、実はあれだよね、結構付き合い長いんですたまになんか遊び行ったりとか、文化魂、私がメンバー入った頃に彼も一緒にっていうか出演でしてくれて、そっからなんか趣味がちょっとあっていろいろみたいなです。あ、そういう関係じゃないんで、ふーじゃないんですけど、待って、はい、余計なこと話しました。はい、はい、インタビュー入ります。はい、じゃあジャグリングの何に魅力を感じますか？はい、こんにちは。自分は中学3年生の頃にジャグリングに出会ったんですけど、その自分何もセンスがなくて、もう運動も勉強もできなかった中で、ジャグリングは努力をすれば絶対できるっていうところに魅力を感じました。ほう、なるほど。なんて返せばいいんだろう。うん、悩んじゃうな。うんえ、よし、じゃあ次行きます。すいません。今後の大会などの予定は？今後はそうですね、3月頃に行われる高校生全国大会に出場すると思うのと、あと今度台湾で行われるアジアカップに出場しようと思います。応援よろしくお願いします。アジア大会強い強い、すごいちょっと普通に感動しました。はい、すいません。では最後の質問いきます。はい、じゃあ多分気になる方 いるのかな。うん、クリスマスの予定は？これ なんて答えればいいのか分かんないんですけど、クリスマスの予定、とりあえずクリスマスは、家族とゆっくり過ごしたいと思います。すいません、なんかはい、ご期待ありがとうございます